こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。前回古詩十九首ですね、をご紹介しましたけども、ですね、今回も古詩十九首の、第一首ですね、七夕伝説が読まれている、そういう詩を紹介します。古詩十九首の十、第十首ですね。蝶々たる、牽牛星、高校たる、かかんの、まあ、普通娘って読むんですが、まあ、女ですね。奥さんかもしれないので、女。戦々として、祖主を挙げ、殺殺として、機長を労すと。ですね。遥か彼方の彦星ですね。牽牛星、ですね。彦星です。で、高校たる、白く輝く、かかんの女ですね。織姫の、ですね。の星ですね。で、まあ、これ、白く輝くですね、キラキラ輝くですね、天の川の、織姫のですね、星ということですね。で、その織姫の様子がですね、ここに書かれています。戦線、ほっそりとした白い手をですね、旗織りをしてるんですね。ためにこう、白い手を上げて、で、殺殺というのは音ですね。バタンバタンということでしょうか。で、機長を労すというですね。旗の、蝶というのは、火ですか？横糸をこう通すですね。こうやって通すですね。火という、道具なんですけども。旗の火ですね。それをこうですね、渡して、で、旗を折ると、ですね、いうことです。ね、この3句目、4句目はその旗を折るですね、様子を、描いて、述べていますね。で、5、6句ですね、終日章をなさず、なさずと。宮廷、おつること。これ。礼というのは、おつる。ね。おつること、雨のごとしと。雨のように涙が、ですね、バタ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 、流れてくると。ですね。いうことで、ですね。まあ、旗を折ってるんだけれども、ですね、一日かかってもそのですね、旗、反物ができない。そして涙が、まあ、悲しい涙がですね、雨のようにこうですね、落ちてくると。という、なんでやということですね。これは、やっぱりこう、会いたい人に会えない状態ですね。そういうですね、心が塞いだ状態で、旗折りをしなければならない、ですね、いう状態を、まあ、言ってるんだと思います。で、この1句目、2句目はね、彦星と織姫の伝説を言うてるんだけれども、どうもそれにかこつけてですね、それ以降はそのですね、許されないですね、付き合いをですね、止められた
ですね、女性の悲しい思い、いうのが、まあ、描かれているんだろうと思います。それで、カカンは、清く、かつ、浅し。愛さること。また、幾縛ぞ。ね。天の川は、ですね、清らかで、そして、浅い。ね。それから、渡っていくことは可能なんだと。ですね。その、彦星と織姫の間ですね。それが隔たっている距離というのはどれほどもないと。ね。いらんな、これな。どれほどもない。ね。だから、行こうと思えばですね、会いに行けるんだけれども、それは許されない。会いに行くことは許されないということをですね、最後の肉が言ってますね。永遠たる一水の間。その、ですね、川、一水と、一筋の川ですね。その、川の間ですね、まあ、並々とですね、まあ、水をたたえている川なんだけれども、ですね、脈々として、語るを得ずと。そうですね。その、その川が間に、流れていて、天の川、これは、彦星とですね、織姫の間を阻んだ川なんですけども、まあ、それになぞらえて、ですね、会いたい男性のですね、家と自分とことは、まあ、一つの川が流れとると、ですね、まあ、それ、まあ、越えていくことはできるんだけれども、許されない状態。だから、ですね、ただじーっとですね、見て、ですね、いるだけで、話すことはできないと、いうですね。まあ、そういうですね、七夕伝説になぞらえて、許されない、恋をですね、して、他からですね、こう、ストップがかかって、引き裂かれた男女ですね、の女性の立場からこう読まれていると、言われています。蝶々たる研究生、高校たる果敢の女、戦々として祖主を挙げ、殺々として貴重を老す、終日賞をなさず、宮廷をつること雨のごとし、果敢は清くかつ浅し、愛さることまた幾縛ぞ、永遠たる一水の間、脈々として語るを得ずと。ですね。で、多いんですけども、ですね、女、ですね、ちょ、ですね、う、きょ、ご、まあ、ぎょなんかも来てましたけど、ですね、偶数句の最後の字が韻を踏んでます。ね。最後に、北京語で朗読しましょうか。ね、条条牵牛星，皎皎河汉女，纤纤擢素手，札札弄机杼，终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语。
迢迢牵牛星，皎皎河汉泥。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉今且浅，相去复几许。盈盈一水间，脉脉不得语。ということで、まあ、織姫伝説、彦星織姫伝説は、ですね、司教にも、ですね、見えている、ですね、そういう、ですね、古い伝説なんだけれども、ここは、ですね、古史十九種、まあ、五巻ぐらいにできたと、成立したと、言われる詩なんですけども、その中でも、ですね、読まれていて、これがその例なんですが、ですね、でも、ここではですね、織姫、彦星のそのものを描くんではなくて、それになぞらえて、まあ、引き裂かれた男女をですね、その女性の立場から、ですね、描いたと。そういう詩です。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。